こんにちは、速稼塾の久保です。上級国民たる政治家さんにはボン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 お金が入っているんですけども、私たち国民庶民にはいかがでしょうか。特にね、持続化給付金という企業を救うべき、まあはした金ですけども、100万200万というね、こういうふうな生活支援があるんですけども、こちらの方がね、いまだに届いてないところがあるんですよ。とんでもないですね。ちょっと画面を切り替えてみてみましょうか。持続化給付金といえば事業者を救うための本当唯一の策なんですけども、まあ、預金ももう尽きる、申請から3ヶ月持続化給付金まだ入金されず、50回以上問い合わせてるのにまだお金払ってくれないということなんですよ、ね、もう年の瀬ですけども、西日本新聞にこういうふうに書かれています。あなたの匿名取材班に悲痛な声が寄せられた。新型コロナウイルスの感染拡大で経営難に陥った個人事業主の男性が、国の持続化給付金の支給決定が大幅に遅れ、まだ届いていないというのだ。申請は9月上旬、蓄えも枯渇してきた。ノイローゼになりそうですということです。そして動画の方でね、涙が出た。コロナ収束願う動画話題にとあります。これは何でしょうね。ちょっとクリックしてみましょうか。こちらの方でも何かがあると思うんですけども、動画に涙が出た。JR 九州の動画話題にコロナ収束願い政策。あ、なるほどね。感動のメッセージが民間から寄せられてるってことですね。だからね、共助と言いますけども、国民同士はこうやって支え合っているんですよね。でも肝心要の公助、公が、まあ、何もしてくれないで焼肉とかね、深夜の飯とか食いに行って、しかもあれ飯食いに行ってんじゃねえんだって怒るようなね、なんか二階幹事長みたいなのいるということで、どこまで恥知らずなんだということですよね。まあ私たちがこういう人を選んでしまったから良くないんでしょうか。記事の方に戻りましょうか。男性は50代で福岡市在住、イベントや展示会の会場設営が仕事だが、2月末から9月末までは収入はゼロ。ね、約100万あった貯金は底をついた。100万でよくやってくれましたね。本当すごいですね。福祉施設に入る母親の入居費の支払いができなくなり、親族に頼っている。ああ、やっぱりね、ここでも身内同士、国民同士助け合っている姿ですね。10月から多少仕事が戻ったが、収入は月数万円にとどまる。その他記事が続いてますけども、ちょっとこれね、ぜひ動画概要欄から読んでいただきたいと思います。どうですかね。こういうふうにね、逮捕中の河合案里や河合克行というね、こういう2人にもボーナスを含め年間で2000万3000万というお金が転がり込んでくる仕組みですよ。で、私たち、国を支えるべき、まあ、税金を払っている立場としてはね、全くその見返り恩恵がないということで怒りがこみ上げませんか。これはもう怒りがこみ上げるんで、どうするってことはね、なかなか思いつかないんですけども、まずはですね、私たちがこういった現状をマスコミだけに頼らず、個人の力でもっともっとね、官邸なり、それから各こうなんですか、閣僚の事務所に連絡をしていくことですよね。こんな現状を見てますかと、西村経済大臣、あんたテレビばっかり出てるけど何も進んでませんよと、いつでもマスクって言ってる段階じゃないですよみたいなね、ことを言わないといけないのかなと思いますよね。これからもね、活動を続けていこうと思います。私は YouTube でいろんなね、こういうふうな理不尽を訴えかけていくだけですけどもね、来年も令和3年もガンガン政界に切り込んでいきますよ。それではいってらっしゃい。